姉妹企画テコールの AKR と伊藤大輔の今日はあなたがテコレット。この番組はテコールに関係の深いゲスト、通称テコリストをお招きしたりしなかったりするゆるいトーク番組です。この放送は絆ステーションハッスル FM84.0MHz からお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net info@tecall.net でお待ちしております。はい、どうも、はい、始まりましたね。いや、始まりましたね、うん、じゃあ今日は言われる前に早く姉妹企画テコールの主催メインパーソナリティ AKR と同じく、芝居企画テコール所属、当番組アシスタントを務めさせていただきます伊藤大輔です。はい、よろしくお願いいたします。いやー、始まりましたよ。そうですね、もう第18回目。すごいですよ。そう、これさ、20回目なんかやる？なんかやりますね思いつきだけどすっげえ思いつきだなと思いながら10回目が、うん、あのかの記念する誰だっけ、ちょっと待って嘘でしょ何にも覚えてない。怖い怖い。多分あれだ、多分だけど、うん、鹿島さんかなんかじゃないかな。第10回。うん。なんか、本テコリスト来たね、みたいな会話を。あー、で、ちょうど、今、ホームページで流れてる過去アーカイブの、先週分。はいはいはい。が、確か鹿島さんだった。あー、そうだったかもしれない。そう。ねえ、だから、20回目も、うん、なんか、ちょっと、テコールにより一層、関わりの深い人を。テコリストを。そう、テコールじゃないテコリストをね。はいはいはい、お呼びしたいね。そうですね、うん。せっかくの20回だから豪華に。ね、そうですね。何か、ちょっとね、したいな。ストンとやりたいね。ストンとね。ね。落ちちゃったけども。うん。ね、ということで、はいはいはい、今日ですよ。はいはい。18回目。ええ、うん、どういったテコリストの方が来られるのかと。そうなんですよね。はい。今日はどんな方がいらっしゃるんですか？今日はですね、もう我々にとっては顔なじみでございます。あ、まあテコリストっていうぐらいですから。そうそうそう、いつも以上に顔なじみでございます。ほうほう、ちょっと気になるじゃないですか、うんうん、結構何かといえば出てる気がしますもうなんとなく読めちゃった、じゃあね、我々の、12月公演の、いろんなお話ができればなということで、はいはい、このコーナー今日のテコリスト。はい、というわけで、はい、芝居企画テコール副主催大川敦史でございますはい、どうも皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい皆さんに振ったのにね、ここでねえ、うん、はい、はい、何、元気？元気だよ。元気？うんフランク感半端ないんだけどそう、もうだ、あっちゃんが出たのが第2回目かなんかが個人での、うん、あ、そうですね、出演が初、うん、はい、うん、そうです、ね、でそっから、まあ、みんなで喋ってる時に出てたりとか、うん、はい、っていうので3回目。3回目ですかな、3回は。おお、はい、最多じゃないですか。おお、神剣さんがいるんですよね。あ神剣さんですか。神剣さん何気に、神剣さんにはかなねや、あそこだって、あ、でも並ぶぐらいになるのかな。神剣さんは並ぶか、神剣さんが一つ一個上ぐらいね、ちょっと負けてらんないですね。いや、確かにね番組的にはちょっとそこじゃないところ行きたい部分があるんですけどまあ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 、そう、出ていただくのありがたい、ね、今回はまたお久しぶりで芝居企画テコール勢でと、はい、そういうことですね、今話でございます、はい、ね、もう12月の、舞台が、はいはい、稽古も始まりまして、ね、はい、うん、どうですか。とても緊張しておりますバンバン座ってる、ね、でもまだ今の段階だとなかなかね、その込み入った稽古っていうところまではまだ正直行ってないと。あ、そうですね、ね、今日何日、この収録日が。この収録日が10月の24ですね。24、はい、24現在、はい、まだこう読んだり、役の触りをとかを渡したりとか、こういう役ですよというのを出してるので、もうじき、まあこれが放送されるのは11月になるのかな。そうです ね、これはそうなるね、1週間後だから、うん、はい、あ、そう、ちょうど1週間後だ。おお、そうなるんですね。そうだね、今日 の、うん、16時半に、うちの斉藤優斗のリベラトリックスさんの
あの告知込みの思いのほか喋る斉藤亮という、はいはい、回が放映されて、なるほど、うん、でその夜、はいはい、こうやって今話してるわけですね。なるほど、そういうことなんですね。はい、はい、そういうことでございますね、はい。ねえ、今回この12月の13日水曜日から17日日曜日まで、下落合のタックス1179というところでですね、はい、芝居企画テコールのなんと第10弾本公演、おねえ、もう10周年の締めくくりですね。そうだね、うん、ね、7月にね10周年企画の一発目がやって、はい、もう過去作品だったりとか、はい、うん、いろいろもうテコールのね、うん、得意のショートショートをこう織り交ぜた、ぶっ込んでね、うんうん、だって2作品やったからさ、うん、全部で12、10杯、ね、10杯か、うん、5杯ずつだったから、うん、そっかそっか、ね、まあ合間にそのマスタートークがあったわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、マスタートーク、そうそう、ここの2人でですよ、1号店大川と2号店伊藤の、はい、うん、いやでもあれはあれですごかったですよね、シェイカーを、うん、いや振ったことがなかったんで、そうそう、俺も振ったことなかったから ね、それが最終的にバーテンさんのお客さんからね、うん、俺よりうまいっていうありがたいお言葉いただいたり、ね、最初の案だと、7月の頃はさ、その派手な方で、うん、逃げようか的な話もあったりね、うん、しながら結局はでも元のその味のある方の職人技の方に行きましょうというね、うん、ね、2人が答えてくださいまして、はい、いやーなんとかね、いやせっせとね、俺練習の仕方があって、あのステアリングやるとき、うん、米入れてたの。へえ。あの氷じゃなくて、まず米でやってた。え、重くない？重い。ほう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 。だから一回最初は空の状態で、グラスを空にした状態で動きだけやって、その後氷入れたりもしたし、でその後ちょっともうちょっと重くしてみるかっつって、米入れたりとか。発想が筋肉ですね。思った。重く負荷をかけ。そう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 、筋トレです。わあ、指の筋トレ。うん。すげえ、やってたっていう。ね、伊藤君もほらステアリングの練習しすぎて皮めくれたりとかよく言ってたよね。あ、そうそうね、うんうんうん、俺はちょっと実際にまあ別のそのバーに行って教えてもらったのは普通に、うん、いや回すんじゃなくて指でこうペン回しみたいな、はあうん、あれで扱えるようになった方が多分回しやすいよっていうのを教わって、ずっとあれやってたらそう皮めくれちゃってやべっつってこれできねえっつってそれね、そんなね7月を超えての12月の公演でございますよ。はい、どう今回は 何で皮めくる。いやだから振るものはね、シェイカーからどうやらこれは、うん、どうやら武器、うん、になりそうなるね、なのかな、うん、今回ね2年3年ぶりぐらいにテコールが、うん、本格アクション、はい、本格ってつけちゃってハードルめっちゃ上がったけどもう言っちゃったからね、うん、でも今回は立石さんがねしっかりとついてる、そうそうなんですね、本格アクションですよ、うん、立石さんがエグスクエストの、はい、清水隆さんが、はいはい、清水の兄貴でございます。そう清水の兄貴が兄貴がね、その前回の公演から、うん、もう何としてもやっぱりこういろいろ意見って言うと違うな、ご指導って言うとまたあれか誤解があるか、まあ、アドバイスはアドバイスだね、うんうん、くれたりしててやっぱりねすげえいい先輩だったね、うん、でどうしても捕まえたいと、そうですね、もうどっぷり浸からしちゃえっつってで12月も本当はね出てほしかったんですけども、うん、もう先にちょっと他のスケジュールが埋まってるんだって話から、いやちょっと何とかして関わっていただけませんかっていうところで、うん、タテシを引き受けてくれたと、ね、ありがたい話です本当に、うん、この、ね、稽古が本格的にそのタテの稽古が始まるのが11月ぐらいから、そうですね、まだまだ見ぬ世界でございます、まだね、いや本格アクションですよ、うん、いや足の皮がめくれんじゃねえかなって思っちゃったりするな、今回足と手だね、うん、まあでもね、はい、大川さんなんかはほら普段からそのアクションを、はい、あ、まあそうだね、してる劇団の中で一番そういうアクションとかは ね学んだりとかしてるから動けるっていうのはあるけど、うん、ね、だからその辺はね結構そのまあメインで、はい、指導補助みたいなそのになるかな、やっぱ立石さんもね清水さんもそうだ、ね、全部は来れないだろうから、うんね、来れない時は俺がちょっと見て、うん、そこは違えんだよバキッって折ってる折ってる本番前に折ってるよっつってそれ作ってるの俺だからねそういうことかな、物が折れてるのね、物も折れて足も折れてるダメじゃん心も折れちゃって誰がうまいこと言ってたの
三段折れっつってどうすんだこれ公演みんな意気消沈してある状態でスタートみたいな、ね、でその盾をベースにした物語の中にいつも通りというか、うん、まあもちろんパワーアップしてますけども、はい、このクォーターはワンダーランド、はい、切り取られた15分というショートショートも織り交ぜながらのと、うん、今回はね、うん、あのタイトルが雪の降る音つって、はい、で、物語をですね、うん、四季のテイストでまとめてみました。ほう、はい、これ綺麗ですよね、あの、うん、タイトルが本当にそうね、雪の降る音、ちょっと危ない危ない危ない、綺麗でもないし危ない危ない怖いホラーシーが今そっかそっか今回はあのザ・ホラーっていうものはないね。ああ前回あった、ね、前回はあったけど、うん、ちょっと怖いって意見もあったからね。ね、うん、前回のあのホラーの僕はあのずっとほら皆さんがやられてる間後ろで見てるじゃない。うん、はいはいはい。で本当にホラーやって一発目の声ちょっと静かになった緊張マックスの時にあの次のセリフ山田さんがねあの、うん、今回も出演してくださる山田勝さんという役者さんが、はいはいはい、バーンって声やった瞬間にとある回であのお客さんが持ってるあのドリンク飲みながら見れるじゃん、おうおうでずっとその方も飲まずに持ってたの、うん、パカーンっつって落としたもんはっはっはっそんなことが、うん、あったのあったの、あもうそれ見ててああホラーやってよかったと思うありがとうございますとそうですね、うん、もう落とした音で他のお客さんもびっくりってなってたなってたもうあのテコールホラーは、まあここ最近だと、まあ、下北沢に進出した一発目の、トイズボックス、うんうん、で、一回風車っていうホラーやってそうです、ね、あのあれも大仕掛けがあってね、はい、あのリバティさん劇地下リバティさんっていうところでやらせてもらった時に、はいはい、あの客席がひな壇っていうか段々になって上になって、ねうん、あなるほど一番上に実は下の楽屋から抜けれるちっちゃいハッチがあるのよ。ほうでそこから出てきてね、うん、あの階段を這いつくばって降りる四つ足でいやー怖い、あー怖いね。で、あのあメインのその時のもう昔の話だから一回ネタバラシでまあまあまあ、ねうん、あのメインは女優さんだったその幽霊役がほうほうほう、はい、で階段を四つ足で降りるって演出がついた時にさすがに女の子じゃできないとできないねまあまあね、うん、で、中身をあのさらけるとズラをかぶった大川敦司が、はい、そうなの？そうだよ、うん、あの早替えしたんだよ。そうで衣装も2着なかったからね、うん、結局その幽霊が引っ込んだ時にバーッと着替えて上行って、うん、バサーッと降りてくる。ああそういうこと。そうあじゃあ全部その翻訳が来てたのをもらって、うん、俺は上に上がってあ這いつくばって階段降りてったっていう。で最後近舞台上の主役に近づくぐらいの時で暗転が入るんでね、うん、で一回暗転になって、うん、その間にまた着替えるんだよね。あそう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 。で名店すると、うん、お客さんの目の前に立ってるっていうおでそれは女優なの。あそれはその翻訳っていうか翻訳の女優さんが、はいはい、だから本当にあれスタントマンで入ったからなるほどねそれが気づかれなかったんだよね。気づかれなかった、うん、だってすね毛全部剃ったもんそこなんだねそこですよやっぱね、すね毛生えてるとちょっと違うなってなっちゃいますから、うん、であのねお客さんからさ、うん、あの席入るときに、うん、どの席が一番見やすいですかって言われると、うん、スタッフさん優しいからみんなその、うん這いつくばって降りる側の通路の席に座らせるわけなるほどね、うん、かわいそう一人出演者のお母様がものすごいブチ切れてるそうなの？なんであんな怖い席に座らすのよっつって一番見やすい席なのでつまま、ねうん、そうなんだけどね今でも忘れられないよ俺がさこうハッチから出てきた後さ、うん、お客さん気づかないんだよねやっぱ後ろだからさそうね最初ねうん、うんで一歩踏んだ時にこうお客さんがこうチラッと見た時に、うん、その声でなんか感染するみたいにね、うん、ってどんどん広がってくる、うん、ああ、うん、あれね気持ちよかったよまあそんだけね、うん、びっくりしてもらうってことはまあ気持ちいいだろうなって、うん、すごいのがいつかあの、まあ、別の劇団さんでもいいんでその劇地下リバティさんの結構急勾配なんて急勾配ああそうですよねあこは そこの客席の角度を見てほしいね。これをあのかの有名な大川敦さんは四つん這いで着物を着ながら
さ、しかも長い面をかぶってるからなかなか顔も大変だったんじゃないのあれ。だからもう前は見えないから、手元だけしかもう見てないかな。ね、もうその階段の横にもお客さんの足があったりとかするから絶対それには触らないようにっていうので一応気をつけながら降りてはいた。いやすごいね、本当プロのスタントですね。はい、違います。プロじゃありません。スタントマン大川敦史です。違う違う違う。まあ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 、ね、でもそんなねえ、まあ、今回ホラーはないんですね。うん、ホラーはないです、はい、うん、けどまたいろんな今までのそのバカっぽいテイストのやつもありの、はいはいはい、うん、激しく熱いやつもありの、あったかい話もありのっていう ね、四季折々の話が展開されるのかなっていうところですけど、そうですね、で今回のね、雪の降る音、俺コンセプトを自分で勝手に考えたんですよ。どうぞ、うん、その名もアクションドラマチックシュールコメディ。おー、さすが生きる名言集。はい、名言集でございます。生きる名言集。名言集。すごいね。すごいね。あの大川さんはまだこのラジオではなかなか発揮されてないかもしれないんだけども、かつてからいろいろとね名言を残されてましてね。らしいです。まあまあそうですね。うん、割と一時期今でも覚えてるのが昔あの神戸公演を。神戸のねなんかライブがあって、まだその時あっちゃん出てなかったんだよ。そうだね。ね、で準備段階の時に、あの。アンケートじゃパンフレット の、 あのよく役者さんの一言とかあるじゃない、うんうん、でその時に、どうしようって話になって、あの、はいはい、じゃああいう作文で、神戸で作ろうって言った時にあの、まあ、出演しないんだけども、近くにいた大川先生が、困った時は こう、うん、上辺だけ弁解ダメじゃねえか。すげえ取り繕った感あるんだ。そうね、とりあえず謝っとけみたいな、すごい。これ俺ね5年ぐらい前の記憶になるの。そうだね、5年以上前になるかな。よく覚えて自分で言うのもあれだけど。であとなんかもう一つあったよね、その時にさ作ったの、なんかすげえ相手に対してこう怒った時に、お前の顔面の凹凸逆にしてやろうかみたいな。出た、それは結構効くかな。そうそうそう、頬と鼻はとりあえず潰して、あの引っ込んでる目とか口の部分を全部出すっつって、それはめでたく、その次の公演のセリフの一つになった。はい、もう実際にちゃんとした、牛の話だったかな。牛の話だね、あの時は。うん、でね、入れてもらったにかかわらず、ダダ滑りっていう。そりゃそうだよ。まあね、分かる人はなかなか、そこら辺のチョイス、あの、あっちゃん名言集って、考えると面白い。ああ、そうなんだ。そのパッとのパワーワードっていうよりかは、よくよく考えると、すごいじゃん。あの困った時、上辺だけ弁解してたりとか。よく分かんないね。うん、まあまあ凹凸も逆になったら大変だからね、実際。そう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 。よくよく考えると悲惨なことになってるっていう。うん、なるほど、ね、さあ今回そのあっちゃ名言集も入ってんのかな、入ってないのかな、どうなんでしょうね。ね、作品も分かんないですけど、まあまあまだまだまだこれから走り出して、どこがね俺の作った名言かちょっと探してみるのもそうだね。楽しみの一つかなと。で俺がこれを受けるだろうと思って書いたやつがさ、全部これお母さんでしょとか言われちげえよっつって、僕が考えたのっつって、ネズミ僕が考えたの、全部そっちに持ってかれちゃって。面白いのは全部お母さんみたいな。とりあえず俺もそういう風に言っとけばいいか、そうそうそう、これ俺が考えたんだ、なんでだっつって、嘘ついちゃった。で滑ったら、いやこれ違うんだよ、ずるいずるい。それあれじゃん、本当に上辺だけじゃん。弁解もねえし。ね、そんな感じでね、今も楽しくもう稽古が進んでおりますが、はい、そうですね、本当に、いい方が揃って、本当に方々に、そうだね、そう前回からというかここ最近の常連さんが、山田勝さん、はい、でまあ、あの怪談屋からのお使いになります相沢ゆずきさん、はいはいはい、そしてもうあの切っても切れないでしょうという鹿島いつきさん、はいはいはい、と前回だと松浦みちこさん、そうです ね、通称りんちゃんと呼ばれておりますね、はい、で去年の2月にご一緒した小林彩乃さん、はいはい、そうですね、と あ, のあれだ7月に
初めて参加してくれた栗田理也ちゃん、はい、うん、ねえ、そんなところかな。そうですね、今回は、うん、であれなんだよね、これもまた不思議なご縁なんですけども、いつもですね、あの制作とか受付の方の顔で立ってらっしゃって、あのいつも手伝いに来てくださってた、はい、この方昔からいい女優さんなんですよ。まあ、あの平智子さんという方がね、ついに満を持してテコールに出演ですよ。役者としてというね、うん、すごいね、すごいね、制作の顔から役者の顔になると。そう、毎回これね、ちょっとしたラジオだから言える裏話なんだけども、制作さんって毎回やっぱりその、まあ、連携はあるけども、そのここの現場に入るからって、まあ、うちだとチーフやってくれてる阿部真由美さん、はいはいはい、がね、まあ、毎回テコールの顔として一番最初にお客様と接するじゃない。そうですね。で、その、まあ、通称兵隊さんと呼ばれるお手伝いの方たち、を、呼ぶんだけども、もちろん真由美も、本業は役者さんをやられてる、はい、うんうん、で、ということはその知り合いで制作もできるよっていうお客、あの兵隊さんも役者さんが多いわけ。はい、ああ、なるほどなるほど。普段は役者さんをやってるけど、はいはい、ちょっとお時間空いた時とかに、手伝ってくださる感じになってる。はいはい、うん、マユミンが引っ張ってきた役者さんがどんどんいなくなると。テコールに役者として出ちゃうと。なるほど、なるほどね、うん、結構多いパターンですね。多いパターンなんですね、はい、出会いがねやっぱり、まあ、ありがたいことなんだけど、難しいバランスでもあるかなっていう。そうですね、各言う私もですね、まあ、私芝居企画テコール主催はもう結婚してるんですけども、はいはい、そうですね、嫁との最初の出会いもこの制作でございます。役者のみならずプライベートにも引き込んじゃったっていうね。なるほどね、うん、もうあの温かいね家庭を築いております。ただいまね、いいと思います。ありがとうございます。何の話だ。まあそんな平さんも、ねね、出演してくださるという、はい、ね、で清水の兄貴が盾をつけてくださり、はい、いやこれ楽しみですね、うん、で今回ねゲストで、うん、お関根さんですよ。はい、来ましたね、はいはい、前回階段屋ですか。そうですよ、階段屋でゲストで来てくださいましてね、うん、この時ね忙しかったんですよね関根さんって。そうだね、だからあんまり稽古とかもそんなに来れなかったから、あんまり話す機会もなかったんですけど、うん、今回はねがっつりと、変わらず忙しいんだけどね。まあ忙しいんだけどね。話聞いてると、だ今回は前回と違うのが、割とその都内なのかなとか、まあ、関東近辺 の、 あのロケとか、あのまあ映像系のお仕事が多いらしくて、まだ割と前回のその階段よりかは、お時間取ってくださってる感じなん、うんうん、あ、なるほど、なるほど。だってこの階段の時に、うん、広島とか言ってたもんね。あ、そうなの、広島。映画の撮影で広島飛んでて、何日の稽古、帰れたらいけるわみたいな感じ。あ、うん、だってね、それこそもう今回なんだろう、 裏話会になりそうなんだけども、まあ、うんね、まあ、もう時間もねそろそろなんであれなんですけど、階段屋の最初の主役予定が本当は関根さんだったんだよね。ああ、そうだね、うん、そうそう、本当は。でしたらどん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 スケジュールが埋まってきちゃって、ほうほう、ちょっとごめんと、主役の量はできないっていう話になって、でもせっかく行ってくださってるんで、なんとか出てもらえませんかっていうので、一つの物語に。あ、うん、そんなことがあったんですね。そう、へえ、全然知らなかった。懐かしい、ね、こっちもやっぱり兄貴分なんだよね、関根さんもね、うん、あ、でもそうですね、うん、ちょっとお会いしましたけども、うん、いや本当にいい方ですね。ね、うん、もう普段はスターじゃんというものですね。あ、そうですね、ご当地ヒーローですね、はい、でもこのご当地ヒーローさんは映画とかも作られてたりね、うんうん、すごい活動がアグレッシブな、うんうん、そう、前回出てくれた内山さん、はいはいはい、はい、うん、も同じスターじゃんつながりで、あ、そうですよね、うん、ね、うん、お話をさせていただいて、うん、すごくこちらの事務所さんにお世話になっておりますね、はい、もうありがとうございます。はい、というわけでですね、うん、そろそろ、雪の降る音のですね、告知などをね、やっぱりまあここはゲストの大川さんが、ね、はい、わかりました、はい、芝居企画テコール第10弾本公演雪の降る音、下落合タックス1179にて12月13日から17日まで、お前は雪の降る音を聞いたことがあるか。どんなお話なんでしょう、どんな音が聞けるのかって、ぜひぜひ、ね、はい、ね、聞きに来ていただきたいと、
さあ今回のあれ、まあ、それぞれさ、まあ、もちろん役者で出るわけじゃない、はいはいはい、のなんか目標とかある？目標、うん、とか今回はこれしたいなとか、まあお客さん絡めてもいいし。ほう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 、うん、なるほどな。とりあえずね今回はね、うんうん、またねちょっと人気1位はね、あ、行きたいよね。そうだね、うん、そうだね、せっかく積み上げてるからね今ね、うんうん、やっぱ目立ちたい人間ですから僕は。あ、みんなに注目してもらいたい。そう、見とく見とく。はい、ありがとうございます。演出演出見とけ、俺の芝居見とけ。あんってアキラさん、俺の芝居どうでした？あよかった、見とけ見とけ。ひどいな、雑すぎる。イドゥ君は、イドゥ君は、あ、自分は今回あのまあ多分ね、さらっと言っちゃうと、うん、2役ぐらい多分出ると思うんですけど、そうだね、うん、あのそこの差をね結構がっつりと見せられたらいいなと思って。そうだね、うん、特にそのまあ四季の中で絡んでくると思うんですよ、うん、だからそこで季節感というか、うんうん、そのお話の、まあ、雰囲気だったりをガラッと変えるような、うん、役を演じれたらいいなと思って。今回あれだね、テコールに入って初のクォーターバーワンダーランドを体験するんだね。そうなんですよ。前回はマスターでしたから、あの頭からケツまで一貫して一つの役だったんで、うん、そうだから一本の公演で全く違う役をやるのが今回や。テコールに入って初めて。おお、堪能してください。ああ、もうぜひぜひそこを、はい、ねえ、今回もまあ、僕が多分大好きな大川っていうのが暴れる大川じゃない。はい、そうですね。いつも要求されるのが愛される暴れん坊。暴れん坊、うん、そうなんだよ。うん、そっちも堪能できるし、はい、うん、でまた伊藤君の俺が求めてるそのやっぱり渋さだったね、この風景じゃない、顔といい、うん、声といい、まあね、うん、はいはい、ダンベル毎日持ってるような、うん、ダンベル持ってねえよ、そっちに持っていくな。ね、そんなあの伊藤のね、いろんな顔だったりとかを ね、 そうですね、楽しみにしてください。なんでどんな締め方だ。はい、じゃあ今日もこの辺で終わりにいたしましょうか。はい、はい、じゃあ本日のゲスト大川篤さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。